エヴァはこの先でしょうか。 棘が枯れて乾燥しているということでしょうか。 見ろ。 ただの廃墟だったところに 忽然と砂漠が現れた。 侵害に侵され 薄れていく意識の中、 決死の思いでここに棺を作ったんだろう。干上がった塩湖が砂漠となり、わずかに残った沼地の風は強烈な潮を吹きつける。エヴァが生まれたのは不毛の地だ。どちらかが血の渇きを迎えたなら、残った方が人としての最後を与えようと誓った。エヴァは あの先で待っているのだろう。語りすぎたな。先に行く。ここから先は俺たち二人の問題だ。 行きましょう。そうしなくては。 足場が悪そうです。この砂地、血の匂いに反応して使わせてもらいましょう。 地面の上なら安心です。えっ、さあ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 、
血を吸われるなんてずっと伝えたかったことがあるの注意しましょう貴重なものを手に入れましたね いいものでしたか？ ごめんなさい。目移りしてしまって。
お待ちください。隠れた敵に。自分だけ貴重なものを手に入れましたね。こんなところにいるのか。今参ります。道が分かれていますね。目移りしてしまっていいものでしたか。力が残りわずかですね。お気をつけを。砂場に何か見えています。この先に敵の気配が。おはようございます。
しください。使いこなしているのですね。この先に何かいるようです。来ましたね。何かが近くに。していました。初めて見る場所ですね。してもらいましょう。ロストがいます。少し先に。
宿り木を見つけました。 あのはしごは登れそうです。 安全なくぼみまで走りましょう。
使わせてもらいましょう。 狭いようですが、横道があるようです。 ごめんなさい。目移りしてしまって。
どうか後悔のないよう。この砂地はロストの巣のようです。お待ちください。いいものでしたか。これは手ごわそうです。
目覚められましたね。何か工夫が必要なのかもしれません。綱を引っ張っているのでしょうか。多くの人が暮らしていたんですね。よかったですね。いいものでしたか？釣りしてしまって、
使わせてもらいましょう。音に気をつけて。お待ちください。
わせてもらいましょう。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。あんまり血を取りすぎちゃダメだよ。人間ってやつはすぐに死ぬんだから。本当に大丈夫なのか？人間をさらってくるなんて。シルバの犬どもにバレたりでもしたら。連中は過剰な血税で私腹を肥やしてるんだ。私たちだって。うるさい子だね。その耳障りな歌をやめな。大丈夫だったか？話せないのか？ここにいた連中に喉を潰されたか？もう大丈夫だ。お前の安全は俺が保証する。手紙を読んだ。残念だが、お前の要望には応えられない。レヴネントになったところで、行き着く先に未来はない。命を無駄にするな。過去のことは忘れて、この施設で余生を過ごす。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。過去を忘れることなんて私には無理。あの人の悲しそうな目を見るたびに心が痛くなる。どうして自分だけがこんなところにいるのか。あの人のために私に何ができるのか。君が検査に申し出てくれて本当に助かったよ。これほどの高い適合率は君が初めてだ。ただしこの検査は結果を確定つけるものではない。下手をすれば自分自身を失うことになる。それでもいいのかな。決意は固いか。それだけの意志があればきっといい方向に導いてくれるはずだ。ジャック。お前の声はまさかさ。新たな継承者というのは。あなたにずっと伝えたかったことがあるの。
私を救ってくれて。お待ち、どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。こんな方法でしか侵害の封印を維持できないなんて。侵害の暴走を許せばより多くの犠牲が生まれる。他に方法はない。耐えられないのならついてくるな。複数の侵害を取り込めるのか。お前の歌で暴走を鎮めることで。少し苦しいけれど大丈夫。あなたが抱えてきた痛みに比べればこれくらい。ここなら安全だ。少し休み。ごめんなさい、私のせいで。気にするな。たまにはゆっくり夜空を見上げるのも悪くない。お待ち、どうか今一度記憶歌も。
エヴァ。よく耐えてくれた。安心しろ。お前の死骸は俺が代わりに。止めるな。俺は。慎重に。終わったな。いや、まだ終わりじゃない。会いに行こうぜ、もう一度。何をバカなことを。そんなことができるわけ。ジャックと出会った時、私はレヴナントに飼われる所持物だった。喉を潰され声を失っていた私、あの人は何も言わずに引き取ってくれた。ずっとその恩返しがしたかった。私には適合者としての素質がある。この体が少しでも彼の役に立てるなら、その結果人間を捨てることになって。目が覚めたのね、ジャック。傷は痛むな。眠ってしまっていたか。大丈夫だ。こんなことにお前の喉を使うんじゃない。その命令は聞けないわね。私はあなたのために歌うのが好きなの。自分を責めないで、ジャック。
しい人だから。私は後悔はしてない。でも最後にもう一度あなたのために歌いたかった。辛い思いをさせてしまったな。そんなことないわ。何もかもを失っていた私にあなたはもう一度光を取り戻してくれた。この声も そんな顔をしないで、ジャック。いつかはこうなる運命だった。侵害を受け継いだ時から。それでも私は幸せだった。あなたがいてくれたから。ああ、俺もだ。あなたはあなたの使命を果たして命を燃やし運命の時が巡るまで精一杯生きて。エヴァ、歌ってくれないか、俺のために。部屋で一人耳を澄まし君は鍵の音待っていた。温めるたびに忘れゆく消えた記憶見えなくなる。君がその全てを消し泣き日の雨の香り遠く響く鳥の声。部屋で一人ありがとう。
力が。エヴァ、エヴァが元の姿に。侵害の侵食を免れた。すぐに対処できたことが功を奏したのか。ありがとう。あなたがちぎれた心をつないでくれたのね、エヴァ。なんと言ったらいいのか。何も言わなくていいの。もう少し一緒にいさせてくれるかしら。ああ、もちろんだ。俺たちはこのままミドを追う。追うって、どこにいるか知ってるのか。侵害を利用した実験を繰り返し、エヴァから複数の侵害を奪って姿を消した。奴の目的はおそらくクイーンの復活だ。そのためにシルバの侵害をも奪うつもりなのだろう。シルバも継承者だったのか。問題はそれだけじゃない。赤い霧、レブナントが渇きにあえぐ霧の牢獄を生み出した世界の果て、あれを作り出しているのはシルバだ。何？どうしてそんな真似を。暴走したクイーンと戦うにはどうしても戦力が必要だった。そのために多くのレヴナントが生み出された。結果的にクイーンを止めることには成功したが、外の世界には多くの人間たちが暮らしている。赤い霧がなければ血に飢えたレヴナントやロストが野に放たれてしまう。それだけは防がなくてはならなかったんだ。お前たちのようなレヴナントばかりであれば、そんな心配もきっと必要なかったの。砦への道を開こう。急げば奴に追いつけるかもしれない。一つ警告しておく。忘れるなよ。侵害を持つ者は常に暴走の危険をはらんでいるということを。いい目に育ったな、新入り。
身も心も休まります。可愛がってあげるわ。